あ、確かに AKB っぽいギンガムチェックを着ております。あ、かき氷緑のやつありがとう。その洋服好き。やった。あ、うちはね、届き始めてるらしいね。どう、実物どんな感じだった？バンズも今日もらってこればよかった。かき氷のおやつありがとう、緑の。あ、ソフトクリームもありがとうございます。腰大丈夫？あ、大丈夫、なんか治ったなんか治った。今日は目がキラキラする。そう、今日はちゃんとメイク、フルメイクをしているので目がキラキラです。アンズちゃんはアイスかかき氷どっち派かというとアイスです今日も可愛くて好き、ありがとう。あ、猫、アイスの猫ありがとう。スノーフィクでツインってしてた。あー、してた。しかもツインテールの日似合った気がする。ちょっとリップ塗るね、塗り直す。はい、抜けてるでしょ。これだ、これ。あんず好き。あ、あ、部分まつけまとかしてみたい。わかる、下まつげのやつとかあるよね、最近は。すごいよね。じゃあ、のうちは届きました。どうだった、どんな感じ、実物。ジャンボだったジャンボでしたか。みかんの剥き方行きたい、当選祈願お願いします。来てほしい。あ、ありがとう、かき氷緑メロンありがとう。これで当たらないので、もっと安全の愛を深めようと思います。これ以上深くなったどうなっちゃうのかありがとう、ソフトクリームありがとうございます。耳出し会1の可愛さありがとうやっぱこれが落ち着く。かき氷ありがとう。憧れの先輩であのちゃんの名前、嘘でしょ、いっぱいいるんじゃなくてこんなにいっぱいいる中であんずなわけ。 ありがとう、かき氷メロン味ありがとう。例えば先日食べたパイナップ、何、パイナップルピザって美味しそう、すごいじゃん。ありがとう、ソフトクリームありがとうね。今更の報告ですが、9月17日17初めてアザーズとの握手会に参加します。おー、嬉しいですね、ありがとうございます。楽しみにしていますよ。アンズ大佐新しい、結婚してしようね。先週コロナ感染しやばかった、大丈夫、無事、50、今日も一途ちゃんありがとう。やっぱりアンズが世界一大好きですね、ってよかったなって考えてた日、今日、本当？ありがとう、かき氷メロンありがとう。メロン、みんなメロンが好きなの？メロンたくさんありがとうね。ソフトクリームありがとう。レインボースターもありがとう。ソフトクリームにかき氷たくさん、ハートもありがとう。あ、ボールもありがとう。どんどん清掃感増していく。マジ？今日ほんいい感じ。ありがとう、ハート。タータンチェックか。わかんない、わかんない。ちょっとわかんないけど。チェックです。ありがとう、ソフトクリーム。みかんじゃない、みちゃくみたいな熱い水が好き。え、嬉しい。ありがとう。頑張ってね。ハート、ありがとう。うん。かき氷メロン味ありがとう、ハートもありがとう、ソフトクリームありがとうね。来月も公演がましたくさんばいしま、えらいえらい、頑
頑張ろうね一緒に。サイドポニーとか、もうサイドポニーよくやるよ。試験終わったらうちはデコ、嬉しい、楽しみにしててもいい？ハートありがとう。しばらく家に帰ってないのでうちは確認できないので。そうなのね、確認してみて。届いたよ実家に。え、マジ？ありがとうハート、ありがとう。かき氷、いちごにメロン、アイスもありがとう。食べて、ありがとう。食べる、これ2個あるから2個食べていいってこと？え、みんなたくさんアイスありがとうね、ありがとう。どうぞ、ありがとうございます、もらいました。セブンネットで注文してるの、うちは多分月末に届き、皆さんよかったよかった、ありがとう。アイス、かき氷、いちご、ありがとう。こんばんは、こんばんは、やっほー、貫禄がある。ほんと、あんずに今貫禄出てきた、もしかして。握手券は買ってあります、嬉しい。握手するなんて、うん、楽しみですね。明日から旅行行くので荷物詰めながら聞いてます。あー、もうラジオ感覚で聞いてください、ぜひ。昔かき氷の真ん中のアイスは入ってるやつね、わかるよ。てかさ、赤服のさやつあるじゃん、あれめっちゃ美味しそうね。ありがとう、バラありがとうね。劇場に公式と自作のうちはどっち持っていかない、もうそれ好きなもん。迷ったら、まあ、どっちも振っていただければすごい目立っていいかなと思います。ありがとう、バラありがとうね。ソフトクリームありがとうございます。こんばんは、ちゃんとアンドちゃんのところに来ました、ありがとうございます、よかった。アイスクリームありがとう。赤福氷合ってる、それ美味しそう、めっちゃ。来週はみかんも含めて公園いっぱい、確かに24、29、そして26はみかん、はい、楽しみね。アイスのこれカップのやつ、これ31じゃん。ありがとう、言っちゃダメこういうのって、ありがとう。カップのアイスありがとうね、ハートもありがとう。ハートありがとう。今日プレゼントとお手紙発送したのでお楽しみに。わあ、それはもうお楽しみにしています。メロン、かき氷、アイスクリームありがとうね、ハートありがとう。あんずちゃんは酢豚のパイナップル好き。え、パイナ、酢豚のパイナップル食べたことないんだけど、どんな感じ？文字通り、ホームランドさんに憧れています、ありがとうございます。じゃあまず変顔をしてください、じゃあ。じゃあまずあのみんなの前で変顔してください。今日は父親の誕生日でお寿司食べに行って、いいね、一緒に食べたってこと、すごいじゃん。アンドちゃん大尊敬してる12期候補生いて、そうなの、そう、いるものなの、すごいじゃん。あざあざもまだまだ新鮮度いっぱいだから、本当よかったよかった。やっぱね、まだみんなに見せてない一面というか、みんなに見せてない顔だらけだと思うので、まだまだそう、まだ多分一部も見せてないかもしれない、みんなに。それは嘘、それは嘘だけど、そうだからみんな、まあね、まだアンズのこと全然知らないと思うから、わかんないけど、わかんない、本当のアンズをまだ知らないと思うので、オムランズはまだ、ね、これからなので、皆さん応援よろしくお願いします。メロンありがとう、かき氷のありがとう、アイスもありがとう、かき氷、いちごありがとう、アイスありがとう。懐かしい服着てる、そうそうでしょ、懐かしいと思う方もいるんではないでしょうか。あ、タコだ、ありがとう。
10日の幕張で初アンズさせていただきます。やったー、超楽しみにしてる。メロンのかき氷ありがとう、アイスクリームありがとうね。お疲れ様です。腰は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あの、一時的なものでした。本当に良かった、治って。嬉しい。あとあとかき氷はね、ブルーハワイですよ。これいつかのあれで言ったかな。メロンのかき氷は無料でゲットできるギフトで、そうなんだ、たくさんありがとねあとあと今日も可愛いですわ、ありがとうですわみんなのちゃんにメロンメロンメロン、あーすごいということでは、ということですね。はい、ありがとうございます。研究生なの憧れの先輩なんとかすごいじゃん。え、すごいね、それ、そんな世界線あるんだ。楽しみにしてください。 OK、 楽しみにしてる。生誕祭あるからたくさんお金貯めたいんだよ。えらい、そうやって計画性があってすごい素晴らしい。アンズにはできないこと、本当に拍手。一緒に楽しんでくれたら嬉しいです、今年の誕生日は。でもやっぱ9月ってどうしても忙しい時期というか、このね、行事なんて言うんだろうSK48 自体がいろいろある時だからね、今年はどんな感じになるのかという感じです。ありがとう、アイス。だってショールーム審査がどんな感じだったでしょうって、そう想像しなくていいよ、そんなことあって言ってるありがとう、アイスありがとう。毎日アイス食べたよね、それな。送り先実家にしてて失敗した。あ、わざととかじゃなくてかもか、持っていくのにね。ありがとう、かき氷メロンありがとう。あんずはいつも食べてるじゃん、確かにね、みんながねあれやらなくても、まあいつも食べてます。そうです、でも今日は珍しく食べてないんだよねっていう。でも多分アイス食べない夏とか無理だから、なんだろうね、またあんず出なかったんだけど、なんで、本当になんで6人と言ってもランダムはランダムだからね。アンズってレアキャラなのかなでも逆にアンズばっかりいてる人とかっているじゃん。だからね、何があるかわからない、それが楽しいんですよ、ランダムってアイスありがとう。アイスは1日何個まで OK ですか、アンズちゃん。うん、まあリアル7、リアル7はいいっしょ7はいける。今日アイス3つ食べました。じゃああと4個いけるね。3個もなかなかよ。うちはセブンネットにしたからまだ届いてない。そうなんだ。ちなみにアンズもね、もらえるけどまだもらってないので楽しみにしています。あ、ありがとう、かき氷メロンありがとう、アイスクリームありがとう。普通が売り切れてるのかな、どうなんだろう、どうなんだ。再来週アンズさんに会えるの嘘みたい、嬉しいんだけど、本当にみんな会いに来てねみんなさ、お願いだからお願いします。残業で出遅れまして、今日も天才的に可愛い、ありがとう、お疲れ様。うん、メロンかき氷ありがとう、ソフトクリームありがとう、ありがとうね。月曜日あざとに会えたら連絡に帰ります。やったー、楽しみ。え、待って、ありがとね、メロンのやつ。アンズ氷はね、売ってないんですね、アンズ削らないといけないから。そう、ごめんねあ、カップのアイスもありがとう。どのチームに中昇格したいとかある？え、な、まあ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 って感じふふ。赤福氷は誰、俺が代わりに食べておこう。ずるい、ありがとう、かき氷メロン、メロンかき氷。名古屋食べれるの夏だけ。じゃあ今、じゃあ今ってこと、今しか無理ってこと。やだね、
ただいま家着いて、お帰りよかった、無事に、ありがとう。アイス、来週地元で花火大会あるから浴衣着てく、いいな浴衣、浴衣で祭り、いいな。中学生の時ぐらいかな、そんなことできた。まずさ、コロナでさ、祭りっていうもの自体があんま、あんまというか毎年あったものがなくなったりとかしたからね、もう大迷惑ですよ。大迷惑スペシャル。本当にアンズが世界一可愛くてダメな人間になりそうです。ダメにしちゃうってこと、アンズ。アンズに役割られるには変顔必須なのか。そうですね、まずそこを乗り越えたら、まあ認めます。偉そう。ちょっと今の話、今の話ちょっと偉そうすぎた。かき氷、メロン、ありがとう。テロップなかったの、知らなかった。入れたもん、ちゃんと。あんた、だって忘れる時なんてないもん。なんで、なんでだ。ありがとう、アイス、かき氷、いちご、ありがとう。助手とか変顔でもいいですか。いいならいいよ。全然いいならいいけど、変顔してくださいなんて言ったら尊敬してくる後輩いるから、そっか、じゃあなしで。じゃあなしで。裏の顔は恐ろしい、恐ろしいかもしれないよ。次の伝説採用ね、いろんなやつ持ってるからね、アンズ。そんなハードル上げたくないけど、わかんない。いや、まだその今出せるものは全部出し切れてるけど、やっぱりこれから知っていくものもあったりするからね。うん、まだまだ知らないオムランズが見られる、そういうことです。怖くないから、なんで怯えてんのみんな。そう、本当のアザーズが、そう、まあ、見たい方はぜひ応援よろしくお願いします。来週の土曜日、手伝いに行くよ。やった、紫さんも全力でフル成果を見せます。わ、じゃあアンズも見てます。全然知らない、これからが楽しみ。そう、これからが楽しみね、思ってくれたら嬉しいですね。あの、裏の顔とは言ってないからね。まだ別の一面ということですからね。あ、カップのアイス、ありがとう。今日ちゃんとお昼ご飯食べて、偉いね。安心安心。メロンかき氷、ありがとうね。本当なんぞ、まだ知らない。ドキュメンタリー、本当ありそう、ありそう。ブルハワイ、さきちゃんと一緒、そうなんだ。かき氷、いちご、ありがとう。腰痛臭いならか気をつけてね。そうなんだ。なんか、なんて言うんだろう。まあ、じっとしすぎて痛くなったみたいな感じ。わかる？じっとしてて、もう耐えられない。上半身支えられないという状況になりました。あざとノリの軽さ、ノリの軽さで生きてます。佐久間、さっき配信でブルハワイ言ってたよ、なんで知ってんの。僕、アンズタンを尊敬してみます。アンズタンを、嬉しい嬉しい。アンズタン、アンズの後輩になって憧れの先輩、オムランズさんって言いたい人生でしても、そんなんね、めっちゃ可愛がっちゃうよアンズ。マジでそんな子珍しすぎて、めちゃめちゃ可愛がっちゃうけど、いい？じゃあ初めての生誕祭絶対入りたいなら来てほしい、来てほしいです、絶対に。そうだ、初めての生誕祭もしかしたらあるかも、あるかもしれないっていうか、そう、あるかもしれないので、アンズと会う時はいつも初めてレベルの緊張感ある、嬉しい。そういう気持ちでね、来てくれるのも嬉しいし、なんか友達感覚で、ね、来てくださるのも嬉しいし、感じでいろんな方々待っております。先引っ越しました、バタバタしてて、久々のアザーズルームに来て、ヤッホー、お疲れ様。引っ越し大変だよね、引っ越しって。アンズの初配信を見た時の気持ちを思い出した。何で、ああ、そういうことね。生誕祭ね、ジー、ありがとう。今からアイス食べていいですか。どうぞ。どうぞ。
あとも食べたい。ありがとう、かき氷メロン、ありがとうございます。12期生の子ありがとうございます。アンズさん、ありがとうございます。アンズさんです。本当に今人間不信が出てきちゃう、こういうとこで。本当に言ってるなんかゆうねさんも好きみたいなの聞いたんですけどいや、よくないよね、圧かけるのは。本当によくない。嘘だよ、熱すぎると感情が無になっちゃう。わかるわかる。アイスクリームみたいに白いよね。ありがとうありがとうね。今日びっくりしたのが、本当にさ、めちゃめちゃ早朝でもさ、すっごい眩しくて、日差しが強くて、もうびっくりよ本当に。こんな朝からさ照ってたらさ、昼間ね、昼間ちょっと外出てなかったからわからないけど、外いたらやばいんじゃないってなるぐらい。キャンキャンルーム見てたの、やば、やば、恥ずかしい。恥ずかしくはないか。いやでも変顔してる。いやでもななみさんもやってくれてるか。まあ嬉しいですまずレアキャラアンズなんですよ。7個やばいかな、やばいか。腰じゃなくてお腹が痛かった痛かったの。アンズのうちは買いすぎて虫眺めて10分ぐらい経った。アンズのさ、あのうちはすごいなんか大人じゃない、なんて言うんだろう、なんかなんて言うんだろうね、老けて見えるそんなことない、その実物まだ見てないから、なんとなく写真では見たけど、なんかこれアンズかなってなった、自分から見たら。でもすごいいい感じに写ってると思うので、ぜひ。でも、もう無理なんだけど、多分締め切り終わってるから。ファミリーパックで7確かもう全部2箱突入しちゃうぐらいやない。やっほー、食べて。アイスありがとう、かわいいねこれ。ダルマありがとね、メロンかき氷ありがとう。あんず削らないといけないから、その身を削らなくていいです。本当に削りすぎやろ身を。本当削りたい人生でした、削らせない。ありがとうだるま、アイスもありがとね。アンズゴリンのシロップは何味ですか。アンズ味ですアプリコット味ありそうじゃない、アンズ味とか。ありがとうだるま。長野県サービスエリアでアンズジュースね、売ってるらしいね、珍しい。それはありがとうだるま。なんて言った、スクショタイム、スクショタイムって言った、アンズ、そうありがとう。かき氷メロンのやつありがとう。一緒に地元の祭りで太鼓叩きます。大変そう、めっちゃ暑そう、頑張ってアイスありがとう。カップアイスギフト94おめ、何それ、すごっ、ありがとうございますありがとうございます。アイスありがとう。あんた寝れない時どうやって過ごしてる。もうね、寝ないもう本当に明日早く起きないといけないみたいな時に限って、やっぱその次の日のことを考えて寝れなくなっちゃう時が結構あって、最近もうそういう時はもうしょうがない、もう ASMR が最終手段ずはASMR、食べ物でも何でもいい、でも食べ物聞くとお腹空いちゃうから、なんか耳掃除でも何でもいいからなんか聞いて、そう、本当にちょっとでもいいから寝た方がいいっていうのは分かってるから、本当に何だろう、本当落ち着かない、やばいってなるときはもうね、深呼吸をして目を閉じるか ASMR を聞く、これです。暑いとね余計だよね。ありがとうアイス、アイスが好きなアンズちゃん、アイスマス、アイス、アイスでね先輩ズランズ結構だるいかったよね今ヘング、アンズ尊敬してる
候補生さんに変顔するように伝えたら、え、ダメダメダメ、よくないよね、候補生時代にね変顔さらすのは本当にね、ネットというのは怖いのでネットというのは怖いので、さらさない方がいいですという顔はあんまりありがとうハート。テロップの鉄拳これだから、あ、食べてのアイスをありがとう。5倍サイズのピオリンが昨日から発売、大行列みたいです。あんずもピオリンピオリンピオリン食べたい。あとは美女が安定してるな、本当ありがとう。でも最近はね、前になんか毎回違う感じのメイクをして違うアンズになろうかなっていう計画中です。夏はね、ね、髪は切れるわけでもないから顔でどうにか変化を出していきたい。クールな美しさ今日ありがとう久々にズーメール、ズールーム来れたけど安定に楽しい、嬉しい、ありがとう。そう、まだ伸びしろしかないということです。まあ、そう、伝説隠し持ってるんで、握手会で何を話そうか全力で迷ってます。アザーズを、なんでアザーズにの、なんでアザーズの、アザーズの前、目の前に現れてくれたのかっていう理由をね、長々と言ってくれたら嬉しいです握手会でアンズちゃんの裏の顔見せられたら怖くて泣いちゃうその裏の顔って言ってないからね、あと一言も。アイスありがとう、ハートもありがとう、かき氷のいちごありがとう。眠すぎると腰痛くなります。そうなの、じっとしてると腰が痛くなります。みんなそうか、ありがとう、アイスとかき氷ありがとうね。後輩にならない、可愛がってもらえない、みんなのことはもう可愛がってるますよ。はい、もういい子いい子、よしよしよしって感じありがとうハート。じゃあ今日も一日たくさん頑張ってて偉いさんだよ、みんなもね、お疲れ様だよ、ハートありがとう、カップのアイスありがとう、かき氷メロン味ありがとう、結婚してしようね。 SKE 歴まだ浅いのでぜひ後輩にしてください、全然いいよ全然いいよ全然いいよ、まず変顔してもらうだるいね。10年ひどい腰痛持ちだったけどジョギングよくやってるの、そうなの、すごっ、10年の腰痛が4日のジョギングで治るってすごい、やっぱ運動って大事。ありがとう、カップのアイスありがとう。生誕祭応募してもいいですか、もちろんここにいるみんな、ここにいなくてもそのこと好きな人には来てほしい、本当に招待制招待制とかないのかな。でもあんつの生誕とかあったらさ、人来てくれるのかな憧れの先輩って普通一人じゃない、わかんないけど、ありがとう、アイスありがとうございます、かき氷アイスありがとう、猫のアイスありがとうね、クマありがとう、クマちゃんやっぱ日焼け対策は完璧、完璧でしょ、多分多分まだそんな、この夏は焼けてない気がする、多分ね。ありがとうデジタル、クマちゃんもありがとうね、あ、もう一個クマちゃんありがとう。大人っぽいなと思ってた、いつも雰囲気違うけど可愛い、やったー、メロンかき氷ありがとうね。アイスかき氷ありがとう。うちわのあんず大人っぽいって思ったけどあんずじゃなかったのが、あんずです、一応一応あんずです。12期生から見たあんずはどんな先輩に見えるのだろうね、あんずも気になるね、どう思われてるんだろう、まず知らないんじゃない、わかんないけど
ね、みんなに知ってもらえるように頑張ります。アンズのクリアトルカ、優しい方のおかげ手に入りそうです。すごい、すごいじゃん。まあ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 、いくつかのルームで語尾が目安のコメント発見しました。なんでえ、あ、そういうこと。うちの人たちがすいませんでした。うん、アンズ以外のところで目安とか使ったらさ、あの見てる人は見てるんだからね見てる人は見てんだから。ちょっと待って、やばいやばい、足がしびれる。あざ、太鼓の達人やったことある？あるよ今日はいつもと目元がちょっと違い見やすか。そうなんです、ちょっと違い見やすね。遠足が楽しみすぎて寝ない小学生なんかそう、ワクワクとかじゃなくて、あーもうどうしようどうしよう寝れないみたいな感じだよね。そういう落ちる時あるよ。アンズもすごい、もうそういう時はもう一回落ち着こう一回落ち着こう。深夜食べ物 ASMR 聞いちゃう。そう、アンズもね選んじゃうんだよね、それ。やっぱ羊数える音声やばそう。ありそうだよね。でも昨日ヨネちゃんの配信見ながら寝落ちしてしまいました。最近夜マジで寝れないので参考にしみや、参考にしてみて。あと涼しくしたらいいと思う、部屋をしてると思うけど。寝れない時は ASMR 聞いてみます。え、みんな違うASMR じゃない、 ANZMRアンドちゃんにも寝れない夜があるの。ありますよ、ありますよ。短時間しか寝れないけど睡眠薬飲んだり、そういうこと、そういうのにもね頼ってもいいんじゃないかなと思います。適度なら。スキルしてから電源落ちたから開き直って、もう一周星集めしてきた。すごい根性を感じますね。鉄こぼしじゃなくてなんて読むの、鉄拳もういいよ、もういいよ、あの漢字読めないしもういいよ読めないし。存在が可愛い、ありがとう、ハートありがとう。あの、ちゃんの笑顔はとても素敵です。急にすごい、ありがとう。鉄こぶしとも読むし読むし、もうどうせ読めないからいいんだよ12件、アンドちゃんの鉄こぶしもらいます。まさにそれ、ありがとうハート。今はすごい優しいですけどね、アンズ優しいですけどハートありがとう。結婚してほしいよね。レインボースターありがとう。本当の優しさに触れて泣きそうになることよくあります。え、そんなに本当よかった、ありがとう。なんかコーリーっていうやつ、ありがとうね。ハートもありがとう。フリガギャル、イエーイ。通称とかで一緒に鉄こぶしポーズしよう。あ、ありありあり。じゃあこれでどういうポーズ。昔はアンズさんが泣き虫だったのに今は私が泣き虫になってます。可愛いからオッケー泣き虫でも別に全然今もそうかも。アンズはアンズセンターさんに人生かけてます。もう嬉しい、みんなとね一緒に楽しく過ごしたいです。7月9日の公演で初めて最前列で見れて未だに余韻に浸ってます。わあ嬉しい、ありがとうございます。これからも公園で待っています。ぜひあずあずに会いに来てください。ハートありがとう。アンズ生誕なら俺らでも入れないかもね。なんで来てほしいな、みんなにいっぱいの人来てほしいですね。あ、招待状ね送りたいよね。ありがとうハート。
アンさんに呼び、アンさん呼びたい人多すぎて劇場確かにいろんな人呼びたい。昨日今日で日焼けしました。明日で丸焦げの予定です。大丈夫、夏は丸焦げでも OK。 生誕祭は今年の残りの全ての運をかけて臨む。おお、嬉しい、来てほしい、みんな本当に。18歳まで2ヶ月とか言わないで、やばすぎ、やばすぎるんだよなやばすぎる。バンテリンドームで生誕祭やるのにアンズってスターだっけすごすぎん。公演中客席から変顔お見舞いし、皆さんうち全然待ってるよ、全然待ってる、アンズ大爆笑しちゃうと思う。ホムラパイセンは初見でめっちゃ怖がられそう、めっちゃ言われる。11期の人たちにも11期の人たちにもめっちゃ言われますね。それはそれはね、違うね絶対に。あとありがとう、そんなっぽくなった、あんたも楽しみにって今のままで言ってほしかったり悩む。ね、当分なんないですね、大人にはなれないですねありがとうハート、そう見てる人は見てる、ありがとうハート、ありがとうハート。足がしびれるくらい12キロパトロールってなんやねんなんやねん、ありがとうハート。そういうのは監視って言うんだよレインボースターありがとう、アイスもありがとう。本当にアンちゃんが落ち着いて、落ち着いてる、めっちゃやばいぐらい落ち着いてる、ありがとうハート。試験終わるまできっと不健康な生活してるけど心配しない。心配はする、ご飯は食べて、そして寝て、そして水分とって、そして涼しくして、そして何遊んで、運動して、健康的な生活を送ってください。みんなが元気じゃないことには始まらないので、みんなに落ち着こうって言った今アンズ、嘘でしょ、言ったっけ。ありがとうハート、たくさんありがとうね。長いスカートのセーラー服着て余裕を持ってほしい。エスケバンってことありがとうハート。アンズちゃんが一人、アンズちゃんが二人とか考えたら興奮して寝れなくて、大興奮スペシャルってことそれは寝れんわ。ありがとうハート、うるさそうアンズが出てきたら。約24日来ないかなって思う前はアンズが好きなんでしょ。アンズ以外に誰がいん24日寝ない日にアンズを数えてみたことある、やばあるんだ、寝れなかったんかい、しかもアンズ数えてもうるさいだけです。ありがとう ハートじゃないタコ、ありがとう。10時ぐらいには寝落ちしてます。うわ、でもまあそれぐらい寝るのが一番いいです。アンズもね10時しかまでしかできないので、みんなもこの配信とともにあの眠りについてください。でも最後まで見ててね、食べてよ、ありがとう。なんか今日エアコンつけてないのに涼しい、嘘、今日涼しいかな。いや確かにいつもよりアンズも温度高い、結構ね過ごしやすいかも今日。アンズ漢字読めないでしょ、漢字読めないんだよ、すいませんね先ほどサクタにアンズさんのさつまいものお菓子食べるのなんでって聞いたら、さつまいも好きだし、ああね理解じゃないとね急に食べてくれないよね最近はさつまいも食べてないんだよね。あのね、そのさつまいものやつの栗バージョンもあったんだよね。そうだけどアンズはさつまいも派です。漢字読めないのに読めないギャップがいい、漢字読めそうなのに読めない、読めそうアンズ嘘、読めそうな感じする、鉄拳より鉄拳の方が強そうじゃん。私に接するに、ああ
人間の中であんたが一番優しいかも。ガチ？まあ優しい人間を目指してるのでとても嬉しいです、その言葉は。マリちゃんの書いてくれたラブメッセージ見てみます。本当？それを見て元気になってくれたら嬉しいし、あんずもそんなみんなにねたくさん支えられてるので、また明日からも頑張ろうと思います。うん。お疲れください。お疲れ様、今日も一日頑張ったね。特にいても聞くたびに泣くのなんとかしたい。いいんだよそれは、いいんだ、感情はね出していけばいいと思う。んでもね、遠くに行ってもじゃないわ、大好きでね泣いちゃうから。泣いちゃう時あるから、あるからね、いろんな曲でね感情をねこう伝わるのはすごいいいことだなと思います。24の公演で今日届いたうちは持って行ったらすぐ見つかりますか。え、嬉しいねそれ。はい、見つけますよ。だるまありがとね。驚異的にズーちゃんのアバターが出ない。なんでだ、驚異的に。だるまありがとう。かき氷いちごありがとうございます。24の鉄南無事に行けますように、本当に行けますように。本当にね鉄南は楽しいですね。はい、鉄南が最近多いので、最近アンズちゃんにあまり会えてない気がしてますね。そうなんです、アンズちゃんがまずね、あのその公園に立つ機会がちょっと減りましてね。はい、でも24、29とありますので見ててください、お願いします。だるまありがとう。サクとキャピとリーちゃんのアバター出た。アンズは毎日暑いから、アンズちゃんも本当に体調には気をつけてね。はーい、生誕で誰が手紙読むと思う。え、誰だろうね、まあ、そこにいるメンバーによるよね。アンズの生誕祭、いい公演、初日以上の倍率。いやいやいや、やばいやばい、スターだっけアンズって、大スターだった。生誕祭のオム人数が多すぎてうちらも当たらないかもってことや、ね、まあ、それはすごいね嬉しいことなんだけど、実際どうなのか。18歳のアンズも世界一かよ、早いのよ、気が早い。アンズさん全肯定ポジティブ人間すぎて好き。もう本当にね、そうポジティブから何事も全部自分のいいように考えていきましょう。成人ですか、はい、らしいです。一言。アンズさんスターですよ。あ、そうなの。私にとってはスターで嬉しい。みんなの中でのスターであるならまあ何でもいいです。かき氷ありがとね、アイスもありがとう。永遠の17歳って別に言ってもね、わかんないよ正直。何歳って言われても、まあ15、16、17あたりでは生きれそうじゃない。15は無理か、16はまあギリいけそう。そう、番長感出ちゃうからちょっとね抑えていかないとね。うん、ありがとね。メロンのかき氷、アイスもありがとう。落ち着かないね。落ち着いてない、ごめんなさい、落ち着いてなかったわ。3ヶ月だけアンさんと同い年になれるの嬉しい。すごい、いいねいいね。よく食べる、そう、よく寝る、そしたらよく育つということですね。お母さんかなってレベルで心配してくれるの優しすぎる。そう、みんなが元気じゃないと普通に元気になれないので、そう支え合っていこうっていう話。ありがとうアイス。今言ってたこと全部アンズさんは持って、アンズさんはねもうよく寝ないけどよく食べます。うん、さやっぱね、はい、全部健康的に言ってたら楽しい人生が送れるはずです。多分あとは睡眠をとればいいと思う、アンズは。だから睡眠をちゃんととります。ハートありがとう。ちゃんととりますよ、別に寝つけないことが多いから夏って。
だからね、スッと寝れるようになったらすごいいいんだけどね。ありがとう食べて、ありがとうアイスニコ、あざあざが元気だ元気でいる。そうそう、やっぱね、こうお互いね、あの元気だとハッピーじゃん。だから、ね、お互い元気でいきましょう。この夏もありがとうハート、レインボースターもありがとうね。スケバンズやばすぎあのタネリコン行ってみたい皆さん待ってるよ、本当に待ってるからね、楽しもうね公園で。待って、もしかしてさ、もうやばい、あのちゃん今期のドラマって見てる？ドラマね、みんな見てないんですよ。1話だけ見たりとかして2話は見れずに話が分からず見てるっていう時はあるけど、ジーキちゃんたちもソロコンやってくれ、わーやりたい、やりたい曲とかめっちゃある。マニーちゃんとの声で眠りにつきたい、いいよ喋ってあげる24久しぶりに会えと思ったら緊張してきました、かわいい楽しみ。2ヶ月したら20、え、そういうことだよね、めっちゃできるやん。じゃあもうさ、こんなにね時間に縛られることないけど、まあで漫才がそんな時間にしたら多分そっから4時間ぐらいは絶対起きてるから、早く始めると思います。多分この時間が一番見やすいんじゃないかな、わかんないけど。漫才のためならオールします、寝て健康第一でいきましょう。最後まで頑張って起きてるわ、ありがとう、嬉しい、最後まで見てくれて。私のやつはほとんどクーラーつけないでいける、いけてるの、すごい。18歳になったらそう24時までできんのよ、最高だね、ありがとうハート。アンズの配信後は余韻に浸りながら他の子の配信、それもう余韻じゃない、もう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 ないじゃん余韻とか、もうそれ爪も誕生日まではすけそうだね、 28? それとか絶風のみ、ゼップも楽しもう、楽しみましょう。そう、クリバージョン出てたよね、ありがとうハート。あのちゃん空気読めそうな顔してますとは手突っ込むしのが強い、強そうじゃない、あんちゃん優しい人間、本当ありがとう。チョコバナナチップスはまた食べさせてみてください。いやもうね、あの夏溶けちゃいますねあれ。でもまた機会があればみんなに食べさせたいと思いますじゃあ目がいないかけると優等生に見える、目がねそう優等生なので、優等生の部分もちょっとたまに出ちゃったりとかあのさんブーム過ぎちゃうの早いね、それな本当に結構ね、あの飽きやすいのかなって思いますそういう食べ物とかね、一時的すぎる、ちょっとあのちゃんみたいに優しくて強い人間になるように、なんて読む、まあ頑張りますってことだよね大丈夫だよ、あんたそんなに何か思ってるほど強くはないけど、まあ、こうやってね味方でいてくれる方がたくさんいるから、こう自信を持って今も喋れてるわけですよ。一緒に頑張っていきましょう。ラブメッセージ救われてます、よかった、漢字は読まなくていいから常識はある子でいてほしいわね。あると思いますこれはね自信持って言いたいと思います。優しい人間にはテロップに拳とか入れますそれはそう練習地元のお祭りがあるのでフォトコン用の写真を撮りに行きます。暑いけど、暑そう、気をつけてね体調24。早速うちは持ってけばいいのか、わ待ってる、私の一番軽いところはあんたの一番軽いところで歌ったし、あー歌ってみたい、あんたに支えで日々生きてみます、本当に嬉しいね。そのことを思うと泣いてしまうことがあります、なんでよカップのアイスありがとう、ハートもありがとう。地域だけでね公演も出てみたいんですね。チーム E のアンダーは別にまだね決まってないですけど、いずれ出れるような任せられるような、人になりたいですあアイスありがとう、半分のやつあ
ありがとう。ぶーちゃんの前向きモバメ好き。嬉しい。ありがとう。やっぱね、いい言葉をたくさん並べるように心がけてはいます。やっぱ楽しく生きていきたいので。ネガティブ、タイプしてアンズ部長を率いるポジティブに入部希望ですよ。もう本当にね、人生変わるよ。人生変わるから、本当にポジティブにいきましょう。私は間違いなくスターです。ありがとうにゃん。マザーズのポジティブなモバメにいつも元気もらってます。嬉しい。こんなにね、モバメで支えられてると言ってもらえるとすごい送りがいがありますね。ウォーカーさんスターですよね。もちろん。もう大スターです。55分やばい。さくらちゃん絶対アンズちゃんの生誕祭でもらえない。キスと本当にアンズより先に泣くんじゃない。アンズ泣いてないのにさくちゃんだから。でも泣くポイントがなくない？同期の生誕。いや泣いてたから、さくら。かわいいですね本当に。いちごのかき氷ありがとう。アンズがずっとポジティブでいられるようにうちらは応援していくのです。ありがとう。これからもよろしくお願いします。ありがとう、ハート。かき氷もありがとうね。うわ、レインボースターもありがとう。たくさんありがとうね。全部読み切れてはないかもしれないけど、見てはいるので、ありがとうございます。かき氷もありがとうございます。目をつかなくて済むらしい友達。あ、確かに。目使うとね、余計目が決まっちゃうからね。ありがとう、ハート。では読みたいと思います。13位は歌舞伎の方、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう。12位は黒猫の方、ありがとうございます。ありがとう。11位はココナさんのアバターの方、ありがとうございます。ありがとう。10位はピンクの宇宙船の方、ありがとうございます。ありがとう。9位は緑のうさちゃんの方、ありがとうございます。ありがとう。8位はおかっぱのアバターの方、ありがとうございます。ありがとう。7位はミッキーのアバターの方、ありがとうございます。ありがとう。6位はマイメロのアバターの方、ありがとうございます。ありがとう。4位はオオカミの5位はオオカミのアバターの方、ありがとうございます。ありがとう。4位はアンズのアバター女の子バージョンの方、ありがとうございます。ありがとう。3位はアンズのクリラックマの方、ありがとうございます。ありがとう。2位はレテナスの方、ありがとうございます。ありがとうナス。1位はアンズのアバター男の子バージョンの方、ありがとうございます。イエーイ。やばい、しびれた、痛い。無理無理。アンズちゃん今日見れてよかった。明日も始発だけど頑張ります。頑張ってね、朝早起き頑張ろうね本当に。あ、そう、夏休みになったということで、配信がね、いろんな時間でできるということで、もしかしたらとんでもない時間にしたりする。とんでもない時間って何？とんでもない時間で、いつもやらない時間やるかもしれないので、待っててください。フォローして待っててください。スクショタイム、スクショタイムしてないよね。してない。はいチーズ、はいチーズ、はいチーズ、はいチーズ。味方やで、嬉しいね。ありがとうハート。かき氷もたくさん、アイスもありがとう。久しぶりに可愛く見つけたね、嬉しい。初見さんありがとうございます。 SK48 11期研究生のオムランズです。もう10時で切れちゃうので、フォローして次の配信待っててくれたら嬉しいです。私には拳の意味伝わってくるで本当。ありがとうアイス、マジ人生変わるよ。人生変わるくマジで。10時に終わっちゃうので、まだフォローしてないよっていう方、初見さんはお願いします。今日もありがとう。そう、正座してたから、まあ、痛いのよ、とても。シルムネのあざした、あざした。今夜も楽しいひとときを、どうもありがとう。ずーちゃん、ありがとう。ずーちゃん
夜中にこっそりとかできないのよ。そうなのおやすみなさい。夢で会いたい。夢で会おうね。フォローしました。ありがとうございます。何が好きになっちゃった。平日の昼間仕事に見えないので解禁しようとき、あ、でも多分あんつも平日の昼間はちょっとね、できる日がね、本当に限られているので。まあまたね、こういう土日とかになるかもしれない。わからないけど。わからないけど、まあ毎日できるといいなと思います。なるべく。なので、ぜひフォローして待っててください。